こんにちは、うぷ主のかとちゃんです。新人さんコーナーはこんな感じのディーラーさんを集めています。ということで、純粋に新人さんだけを集めたコーナーではなかったりしますが、その辺はアバウトでいきますのでよろしくお願いします。サンマが素晴らしい。いや、このサンマをぜひともキットにして売ってください。
コーナーはここまで、いかがだったでしょうか。ここからは普通のディーラーさんのレポート、そして最後にアリス、ティア、アイリス特集と続きます。ゆっくりしていってね。大丈夫です。
王明清先生。哦，这个李光明有什么事？李光明有的话是个教父脸。来来。
これラジコンですよね。ラジコン。あ、ちょっとプロコ手元映していいですか。うん。うん。
現地で撮ってこられた写真だそうです。隙間や指の間とかの細かいところを、はい、あの磨いてこう差し込んでこう奥の奥まで磨けるようなパーツになっております。ヤスリがけの補助になるように。で全部手で指でこう持ってやってるとあのやっぱり 指がちょっとつったりいろいろするんで、まあ、あの 便利グッズというか時短グッズですよね。はいはい、早くちょっと力入れるとやっぱり時間を軽減できるじゃないですか。なのであの力入れてもできるし、ここがあの、金属パーツをうちで鋳造で作ってるんですよ。なので市販のパーツはないんで、市販のパーツこのネジだけなんで、あの他にない感じの作りになってます。で、あの R のついてるところはこう
当てるとあのしなって R に追従してこうペーパー掛けができるようになってます。でサイズの違いがいろいろあるんですけど、一番ちっちゃいやつだとここの、ここのストロークが短い方がここがピンピンに貼れるんで、あの例えばまあガンプラの指とか平面のやつとかありますか、ああいうやつに差し込んで平面で磨いたりっていうのがミニの方が向いてて、他の、主にガレキの美少女フィギュアとかああいうのをやる R の多いところをやる場合はこう、あのこっちとかこっちとか あのちょっとここの幅の長いやつだとここが柔らかく使えるんで R に追従してできるような感じになっております。なんで細かいパーツメインの方はこっちをちっちゃいのを使ってもらう良さそうですね。これ、作る人は使ってみるとすごい便利なのが分かってもらえると思います。で、Thank you.
なんか映ってるけど新鮮とこ。
縦で作った銃だとか、ね、あのね、あのゲッターロボのちっちゃい顔とか、そんな頭ちっちゃいのに、どういう手順で作ってるんだろう。AI がすごいゲームもたくさん持てるし、そうですね。なかなか行かない。遊びに行けない。ああ、はいはいはい。ああ、はいはい。すみません。はい。いやいやいや。それならもう。
の特集に選んだアリスギアアイリスですが、他の人気ジャンルの様子を説明しておくと、1位が馬娘関連で判件申請ディーラー数が100件、2位が FGO をはじめとするフェイト系で96、3位アリスギアアイリスで44、4位カンコレ43、5位アズールレイン40、6位ブルーアーカイブ32、7位原神28、と続き、3位以降は混戦模様になりつつあります。しかし、アリスギアアイリスはしばし3位安定になるんじゃないかと予想しています。理由は2つ。1つは武器や顔の差し替えパーツなどの小物だけでも申請できること。ガールズプラも市場ですでに大きいシェアを持っているので、小物パーツだけで結構な売り上げが期待できます。2つ目の理由は、これは実際にアリスギアアイリスをやってみての実感ですが、キャラクターへの温度というか気持ちがすごく盛り上がりやすいゲームなんですよね。これはもう、運営さんがすごくよくわかってらっしゃる、としか言いようがない。って感じです。ですからまだプラモで出てない好きなキャラの瓦礫が出るとなったら、たとえ値段が4万だろうが8万だろうが、タガが外れて突撃しちゃう隊長さんがたくさんいらっしゃる、温度が高いジャンルだなーって思います。今回は判件申請ディーラー数44に対して、28ディーラー撮影してきました。ガレージキット界隈におけるアリスギアアイリスの雰囲気を、十分伝えられる内容になっていると思います。このレポートでもし興味を持たれましたら、あなたもアリスギアアイリス、やってみませんか。バッテリー問題は昨日のまんまです。そうです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ジムさん、ジムさんからいただいたよ。飯だ、飯だ。このなんかラメみたいなのすごい綺麗ですね。これは何なんですか？塗装の色ですか？はい、何色があったのかなと思って。え、自分でやった自分でやった、自分でやった自分でやったけど何を塗ったか覚えてないというよくある。メッキの青と紫にグラデで塗ったんですね。はい、はい、合わせよくあるやつ。グラデ合わせで塗ってるっていう。なんかすごい雰囲気あっていいですね。ありがとうございます。ミヤじゃなくてハミヤじゃなくて、いっぱいだから。あ、それミスターカラー。Thank you.
から頑張るな。議論だけはさ。
ピカピカ当事者が、あれが
頼む。電話して。皆さんお疲れ様でした。うぷ主のカトちゃんです。
今回は新人さんコーナーをやりつつ、ありすぎアイビス特集もやるということで、撮影から動画編集まで、細かいところで手間が増えて、レポートのボリュームが少し減っちゃったり、編集に時間がかかって公開が遅くなったりと、ちょっと次回に向けて考えないといけないポイントがあるなぁと、反省しているところです。撮影機材も新しいものに更新しないといけないなぁと思っています。次のレポートでは動画用カメラを新しいものにする予定、どうか無事に買えますように。今回もたくさんのフィギュアをレポートしましたが、ガレージキットのフィギュアは魅力的な作品があっても、作るのが難しくて自分には無理だ、と思ってらっしゃる方も多いかもしれません。でも、もう毎回言ってますが、世の中には制作代行という制作を引き受けてくれる専門業者もいれば、必要な道具や塗料など一切合切貸してくれてなんとなれば作り方も教えてくれる。模型制作スペースというお店もあったりするのです。このレポートをご覧になって、フィギュアのみならず模型というものに興味を持たれた方は、ぜひ、模型制作スペースに足を運んでみてください。下の概要欄に模型制作スペースの検索のご案内もしています。次回2023年夏のワンフェスのレポートですが、特集として馬娘を考えています。すごい勢いで勢力を拡大してきた馬娘ですが、今回半券申請ディーラー数で、今まで不動の1位だった FGO を抜いてしまっていました。これはもう特集をするしかないでしょう。ということで、このレポートを面白いと思われた方は、チャンネル登録をしていただくと良いかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは。